セブンイレブン三浦三崎町店から出発していきたいと思います。はい、ちょっとね、トイレ休憩でね、また寄りました。帰りは横須賀方面だな。帰りは違う出口で行きましょう。というわけで
再び、ここは、なんだ。稲城屋岬三浦店だったよね、ここね。ちょっと調べたいと思います。はい、そうですね。稲城屋三浦岬店ですね。それでは終了したいと思います。はい、じゃあそれでは出発していきたいと思います。さあ、そろそろこっちを出ないと地元に1時までに着かない。およそ7キロ先、右方向、有料道路入り口です。はい、帰りは横須賀方面から。前回はね、城ヶ島方面だったんですけどね。ボスカ方向からです。止まれ。今回も最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。それではさようなら。ではでは。